お前が進もうとするなら背中くらいは押してやる。案ずるな。お前の味方はここにもいるのだ。今まさに我々は嵐の中にいると言えよう。見たであろう。多くの民が戦いに疲れ、信じる者を見失っている様を。それでも人は懲りることなく寄り添い、強制を諦めぬもの。我々が絆を忘れずに一致団結している限り、私たちはこの困難に立ち向かっていけると信じています。わしらはまだ道半ば。叱るうちはお互いただ笑っていよう。英雄と呼ばれた冒険者はこうしてまた歩み出した。踏み出した先に何があるのかを知らず、それでも進まねばならない。だから祈るのだ。己の手が届かん領域をせめて思いが埋めるようにな。我はお主ほど心強き者を知らん。希望の灯火はまだ消えてはいないわ。あなたがいる限り何度でも灯すことができる。さあ、そろそろ終わりだぜ。本当にここでおしまい。私たちのこもっているレムナントに続く道はないわ。言ったでしょう。ここに渦巻く思いたちは
命を肯定していないと。みんな頑張って生きてきたけど、最後にはそれを呪ったのよ。願いは叶わなかった。祈りは届かなかった。一つたりとも報われなかった。そんな思いが集っているのだもの。至るべき場所へたどり着けるなんて可能性、存在する余地もない。最初から届くようになっていないのよ。だから、アーテリスで待っていてほしかったのに。そうよ。立ち尽くしていても虚しいだけ。あなたがあがいていては、仲間たちの魂も安らぎを得られない。終わりにしましょう。苦しみを。それ以外に何を望むというの？魂さえ残っていれば、それで私たちを呼び戻せるかもしれない。でもダメ。あるべき笑顔を。この星はまだ終わるには早すぎるんだよ。必ず勝って。それで全員無事に戻っておいで。感謝した。俺らは自分で集めたからこそ知ってるんだ。俺とさ約束を。自分が待っていたの。彼らと共に私は望んでいたのは、どんな答えだ。あの子たちを守ってた。私たちは何もできなくなったわけではありません。だったらいつか帰った時に思い出すのかな、この失われた時間のことをさ。私に託されたものを投げ出すなよ。覚えていろと言った方が忘れていただと？とんだ道化を演じさせてくれたな、ヘアルですね。おかげでおちおち眠れず、こいつの旅を見続ける羽目になった。いいじゃない。とても見応えがあったよ。みんなしてあんなめちゃくちゃな進み方するなんてさ。だからこそだ。私たちだけこのまま消え失せるのはちょっとねえ。本当、呼んでもらえてよかったよ。あなたたち、何？何って。単なる消えかけの死人だよ。心配せずとも、お前を倒すような力はない。こいつに負けた時点で主役は譲っているしな。だがお前に一矢報いるこの時を待っていた。ベーネス、あの負けず嫌いね。私をこの時代まで残しておいたのは
歴史をつなぐためか、終末の真相を忘れていたことへの当てつけか、至極好意的に解釈するのならば、こんなオチが生じる可能性を残したのだろうが、何にせよその程度で手のひらを返すほど私の人生は軽くなかった。礼などくれてやるものか。しかし人をここに至らせたこと、この結末は確かに私たちのやり方ではつかみえなかったものだ。ならばサンジと最後の古き人への手向けとして口上の一つくらいは垂れてやろう。終焉を歌う者よ、私たちはお前によって終わらない。それがあの星の過去に生き今を生きる者からの答えだ。さて、せっかくお招きいただいたんだ。私たちで一つ創造魔法を披露しよう。この場に満ちる君の仲間たちの思い、それらを寄り合わせ新たな道を紡ぎ出すのさ。取るべき形はお前が決めろ。たどり着くことなどないとのたまった奴に示すにふさわしい形を。ソア・エイチ、黎明の星をあやなす技、我らの御手は創世をなす。メーティオン、自分は君に飛び方を教えたが、歩き方は、生命としての生き方は到底教えられなかった。しかし長い長い旅の果てに、君はきっとそれを知る誰かに出会うだろう。花を。いつかこの旅をやり遂げた君に心から花を贈ろう。そのエルピスの花がある限り、元となった思いもまたここにあると証明される。もはや絶望だけの中域には戻れまい。お前の仲間たちの魂がいつまでも戦っている必要はなくなったと言ったんだ。呼び戻してやれ、お前と共に進む者たちを。導きがあらんこと。元通りすぎていっそ格好がつかないな。つける必要があるのか。
まったくだわ。こんな満点以上の結果をもたらしてくれたんですもの、ありがたく受け取らないと。皆で帰りましょう。アーテリスで待っていてくれる方々のもとへ。もちろん週末も止めてな。ただいま。私たちバッチリだったでしょ。進もう。たどり着くべき結末へ。今度こそみんなで。流れができた。これで彼らは先に進めそうだね。そうだな。あなたたち、正解に帰るつもり？当然だ。ハイデリンの術に生かされるなど願い下げだからな。何よりお前たちが進む未来は私の愛した過去じゃない。だからこそお前たちと本気で命を懸けて戦ったんだ。その結果ならば敗北であれ覆すものか。私が今の私である限りこの思いは砕けない。間違っても憐れんでくれるなよ。お前たちに望むことがあるとすれば、あの忌々しい終末を打ち払うことだけだ。そして勝ち時を喝采に変え、万感の思いとともに幕を下ろせ。それでこそ次の公演が始められるのだからな。新たな舞台と新たな役で、お前たちも私たちも。お前、北条海に沈む海底遺跡に行ったことがあるか？オサード小大陸の北、流氷に覆われたブラインフロストを越えた者のみがたどり着く秘宝の島を見たことは？
新大陸のまばゆき黄金鏡はどうだ。南洋諸島に忘れられた人々が残した巫女像の祭祀場は、アラグの時代に蹂躙された南方大陸メラシディア、その今を知っているか。エオルゼアにもまだ知られざる真実がある。お前たちが祀る十二神の正体なんぞがいい例だ。あるいはもっと視野を広げてみろ。共造世界のいくつかには驚くべき文明が起こっているからな。アゼムのクリスタルを持つものだろう。それくらいは当然見ておく。私は見たぞ。それじゃあまたいつか会えることを願ってるよ。お互い違う形になってたとしてもさ、その時は何度でも一緒に楽しくやろう。勝手に巻き込むな。私は嫌だ。釣れないな。